皆様おはようございます。5月の2日、午前10時45分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日第1部の配信を昨日に引き続きまして、半日ほど経過いたしまして、行っていきたいと思います。今日の内容はですね、いいですか？まずチャート分析、ビットコイン、そしてイーサリアムでございます。そしてネムちゃんでございますね、ネム。そしてリップル、そして IOST、そしてサンドでございますね、サンド。はい、そしてドージコイン、ソラナ、ソル。そして最後を締めくくるのは、ホロ、ホットで行ってみたいと思います。そして、いいですか皆さん。今日はね、やっぱりね、ゴールデンウィークのほぼ初日でしょ？初日じゃないですか。ですからね、いいですか？まあまあ、今ね、お家でお暇されてる方もいらっしゃるのかな、ということで、やっぱりね、ニュースはね、こう、お三つほど行きたいと思います。はい、三つ。で、その中にね、最近ほら結構ね、取り扱う通貨自体、チャート分析する通貨自体が結構ね、もう固定化されているというか、まあ結構同じものをね、ルーティンでこう、ぐーっと回していってるんですけれども、新しくね、こう何かこう追加していきたいなと思いますので、まあそのうちの一つになる可能性があるかなという形で、まあまあいろいろね、注目通貨があるんですけれども、まあお一つ、このニュースの中でね、出てくる通貨がございますので、もしかしたら、持たれてる方もね、いらっしゃるかもしれませんけれども、そちらをお伝えしていこうと思います。ぜひともですね、いいですか皆様、いいですか皆様、いきますよ。うん。ゴールデンウィークのほぼ初日。はい。ぜひとも皆様最後までご視聴なさってみてください。お願いいたします。いきます。はーい。まずですね、いきますよ、皆様。はい。ビットコインなんですけれども、ただいまの価格がですね、57,500ドル付近でしょうか。日本円で言うとですね、630万円あたりを推移しているような状態になっております。で、まあ、ビットコインに関してはね、あまりね、突っ込みどころがそこまでないという形で、一応ね、一旦下げて、ちょっとごめんなさい、4時間足で一回見ていきましょうか。4時間と日足でいきましょう。うん。一旦ね、下げてくるのであれば、いいですか、この短期のね、サポートライン上までブリッとこうね落ちてくる可能性はあります。はい。ですけどそこをね支えとして、まあなんかこの形、ここのフェーズになんかこうねちょっとこう似るような形になっていくかもしれませんね。一回ブリッと上がってぐーっとねこう上に向かっていくのかなーって見受けられていたんですけど、ちょっとダラーと落ちてきてからのサポートでボンみたいな。ですからこれも一回ねこうね、このサポートライン上まで落ちてきてからのドンっていうのがねこうある可能性が、大いにあります。でやっぱりこう見ていただくとわかります、急激にバリッと上げたので、やっぱり短期のね移動平均線をちょっと待ってるような形もしますよね、なんとなくです。で、今ちょうど、そのライン上で、まあ、4時間足レベルでしたら支えられているということで、OK でしょうか。ですから、下がってくる場合は、まあ、このサポートライン上ぐらいまで。あとは、このね、オレンジのラインがやっぱり結構強固に働くと思いますので、結構ね、こうね、ずーっと頭を押さえつけられていたライン、ここをようやく抜けてからの今のフェーズですので、オレンジのラインをね、が結構、強固なサポートになっていくのかなと。うん。そういう形で、まあまあ、4時間足レベルでしたら見ていきましょうと。そして、冷やしレベルであれば、いいですか、冷やしレベルであれば、うん。まあ、上目線のね、話に今ずっとなっているんですけれども、やっぱりね、長期間で考えると、こちらのね、急な、まあ、傾きが急な上昇チャンネルを意識されている方たち、うん、もう当然いるでしょう、いたでしょうと。うん、で、今、ここね、なだらかな上昇チャンネルが描けそうな、まあ、描かれているんですけれども、こうね、この中でこうバウンドしていくと、どう考えてもこのなだらかな上昇チャンネルが、もうずっと意識されている形になっていくのかな。そちらの相場師の方の方がね、まあ、意識としては強くなっていってるのかなって形がしますよ。で、上を考えた場合、このなだらかなね、上昇チャンネルのレジスタンスライン、うん、そして、あとは、この急なね、傾きが急な、上昇チャンネルのサポートライン、ほぼほぼ同じ値位置に位置しておりますよね。ですから、いわゆる史上最高値付近っていうのが、その2つのね、ラインがある程度交差する場所になりますので、これがね、いわゆるこの、いわゆるサポートを抜けた後、まあ、こっちの傾きが急な方でいくと、サポートを抜けた後に、上までぐんとね、ぐんと押し上がって、ここでまあ押されるんであれば、とにかくまだこのね、結構長期的な上昇チャンネルを意識されている相場師の方がまた増えてくるのかなと。うん。ただ、一方でですよ、例えば、このね、わかりますよね。このラインを上抜けしたんですけど、今の時間軸的にぐーっと上がってきて、もう結構直近になるんですけど、ぐーっと上がってきてですよ。で、上抜けしたんですけど、ここのラインで、わかります？なだらかな、次は、レジスタンス、高値を結んだレジスタンス。このラインでね、押さえつけられてから、そこからの動きがちょっと重要でしょ。そこから、このね、ラインをすんでも何事もなかったかのように、フィュッてこう、フィュッて抜ける、下抜けするんであれば、もう相場師の意識が、もう完全にこっちのね、いわゆるこのなだらかな上昇チャンネルの方にもう傾いてますので、こういう形でね、徐々にこう、行くのではないのかなという形が私は今後ね、予測できます。予測していますよということです。ですから意外と、いいですか？ここら辺付近の攻防っていうのは見物です。抜けた後の押しが入るのか入らないのか、押しが入らずに逆にね、抜けた後のもの、
ここを意識されずにブンと上に上がってくるのであれば、ここ何も抵抗なくですよ、上がってくるのであれば、このね、なだらかな上昇チャンネルを意識している相場師がほぼいないということですので、今ですからどっちの相場感になっていくかの、まあある意味ね、起点となるところに今ちょうど上昇していくのであれば差し掛かってますから、そこはねちょっとね意識しておきましょうかと。どういう相場感になるのかはね、やっぱり今後に大きく関わってきますので、そこはちょっと意識しておきましょうということで、よろしくお願いいたしますよ。上に関してはとにかくね、市場最高値、ただ一旦ね、このね6万ドルという切り板ですよ、ここは意識されていくのかなって、ちょっと押しが入ると思うんですよ。ですからそこがね、ちょっと今点線で入れてますよ。そこのこなし方によってちょっとまたね、これいろいろ変わってくるんでしょうけど、今もう相場感的には何も悪くないので、基本的にはこの短期のねサポートライン上、こうぐん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 上に目指していくような形で、見ていってほしいなということで、ビットコイン様、お父様にはね、ぜひとも、ぜひとも頑張ってほしいということでございます。はーい、次行ってみたいと思いますよ。皆様行きますよ。次でございます。あ、申し訳ありませんね、行きます。はい、こちらでございます。はい、よろしくお願いいたします。ビットコインがキングなら、イーサリアムはクリリンでございます。ピカ。それではですね、以上をもちまして、第1部の配信を終了いたしたいと思います。何かありました？時飛んでますよね。申し訳ございません、皆様。多分ですね、いいですか、今一瞬多分私と、いいですか、皆様の時間軸線がですね、多分違うところに飛んでました。私もう1時間ぐらい配信した後ぐらいのね、疲れを催しております。申し訳ございません。こちら私のアイデアではございません。こちら私のねアイデアではございませんよ。これ先に言っておきます。視聴者様からの、視聴者様からのアイデアでございます。一応ぶち込まさせていただきました。よろしくお願いいたします。元に戻します。ビットコインがキングなら、イーサリアムはクイーンでございます。さ、お願いいたします。お願いいたします。申し訳ございません。クリリンでございます。ピカはね、時が飛んでしまうと。時飛ばしをしてしまったと。申し訳ございません。よろしくお願いいたします。このドッとした疲れは何なんでしょうか、皆様。行きます。行きます。はーい。まずですね、いいですか、イーサリアムなんですけれども、いきなりね、真面目に冷静になるなと。視聴者様からのご提案でございます。いいですか、皆様。よろしくお願いしますよ。はい。イーサリアムなんですけれども、ね、ただいまの価格がですね、皆様来ましてガチめに。今、2945ドル。をね、推移しているような形になっております。なっております。日本円で言うと、32万3千あたりでしょうか。ここら辺をね、推移していると。で、どの金額帯までね、狙っていけるのか。やっぱりね、これね、長期の、わかりますよね、上昇チャンネルもう完全体に上抜けしてるんですよ。もうとにかく、そうです。もう完全体。フリーズ。ゴールデンフリーザ。フリーズなので、フリーザです。はい。もうゴールデンにね、今もうなりかけていると。で、一応ね、狙える金額帯はちょっとこう、フィボナッチエクステンション的にちょっと見ていきましょうかね、一応ね。ちょっとそっちを先に行きましょうか。行きまーす。ちょっとお待ちください。滑りまくりやがってこいつってね、申し訳ございませんよ。私もね、私もですよ、滑りたくてやってるわけじゃないです。はい。わかりますよね。もともとのチャンネルのコンセプト、皆さんお忘れでしょうけど、これ、いいですか？チャート分析チャンネルですよ。なんか、いつの間にかね、なんかね、もう、エンタメ系にもう、真面目に寄りまくっている。真面目に寄りまくっていると。楽しいでございます。よろしくお願いいたします。申し訳ございません。いきます。フィボナッチエクステンション的に行くとですね、いいですか？そうですね。このフェーズで考えられた場合、1点、結構強いのでね、しかもほら、上昇チャンネルを上抜けしたっていうのがやっぱ強いですよ。ですから、いいですか？ 1.618 が3300ドルなんです。切り板の3000はね、意識されるでしょう。ですから、うまくいけば、そこをうまくね、こなしていけば3300ドルぐらいまでは全然見れるよと。で、こっからさらに強ければ、もうこの 1.618 なんて、ね、鹿としてね、ブンと3500ぐらいのフェーズまで、この上昇幅的にはね、あり得ますよね、実際問題。やっぱりこう、もじもじしていた期間がちょっと長いですし、パワーも溜まった状態での上抜けですので、落ちてきたら、やっぱりイーサあるよね、ブレーみたいなね、形があるでしょうと。ですから、そうですね、狙う金額帯でいくととにかく3300ドル付近でしょうか。ここら辺をね、今回のフェーズで狙っていきましょうと。やっぱり上昇チャンネル抜けると強いので、そこがね、調子よく仕上がっていくのかなという形でございます。で、あともう一つのね、エクステンションちょっと見ていきましょうかね。ちょっと今から落ちてきた場合です。ちょっとだけ。かなりね、押しは浅いんですけど、ここら辺まで、こういう形で、ね、今の値位置を、もうめちゃくちゃね、もうめちゃくちゃちっちゃいんですけど、そうですね、サポートグラムでバリッとね、これ落ちてきたら、そうですね、今からね、ちょっと上の、わかります？ここ割れてしまってからの、一旦この短期のね、サポートまでずりーっと落ちてきてから反発してからのね、もう一回再チャレンジでグッと上に上がっていった場合であったら3500。でも実際ね、ここ割れて、どうでしょうかね、割れて、
まあまあサポートとしてはね当然機能してくると思うんですけれども、とにかくこの上昇チャンネルのね、いわゆるレジスタンスラインでの買いはまあ厚く入ってくると思いますので、一応ね押し目買いのポイントとしたらこの金額帯でしょうね、割れてここまで大幅下落を起こすかどうかっていうね、金額帯でいくと2500ドルぐらいまで今から落ちてくるのかな、まあまあ全然ありえないわけじゃないんですけれども、逆に今もう上目線ですからね、それよりもやっぱりこっちの、こっちの、わかります？ごめんなさいね。上昇チャンネルのこのラインで、意識、いわゆるサポートされる力の方がかなり強いのかなと思いますので、ぐんとね、ぐんとこっからサポートされてからの、ぐん上げっていうのがね、ある方が確率的にはちょっと高いのかなっていうのは、私ね、様相として捉えられますよということで、一応覚えておいてくださいよ。いいですか？ごめんなさいね。ちょっと場面が切り替わりました。で、もう一回4時間足に戻しますね。はい。で、結論いきますと、今ね、とにかく、いいですか？短期の移動平均線、中期の移動平均線もね、ぐーっと上がってきておりますので、とにかく、今ここを、この2本のラインをね、サポートとしながらぐんぐんぐんってね、3300ドルぐらい、さっきだから 1.618 ラインですよ。3000ドルでちょっとやっぱり抑えられるでしょうけど、それはこの同時に上がってくる移動平均線をサポートと仕切るかどうかでしょうね。仕切ってからのまた上を狙っていくようなね、3300から3500ぐらいのフェーズでしょうかね。そこぐらいまで本当にゴールデンウィークが明けるぐらいまでにはね、到達する可能性がまあ当然ありますので、短期トレードであってもね、今ちょうど上抜け直後ですから、意外とあれです、 FX 短期のね、ロングの勝負の仕掛け場所としては特に何も問題ございませんと言おうとね、欲を言うならもうちょっと落ちてきてからのこのね、レジスタンスラインぐらいまで、ですから2900ドルぐらいでしょうか、2000、そうですね、2800ドルぐらいでしょうか、今からの値でいくと2850ドル付近、ここぐらいまでね、落ちてきたら、ですから31万円ぐらいまで落ちてきたら、日本円で言うと、ちょっと FX なら FX でロングかけてみてもいいのかなと、次の上のねフェーズに行ってますので、今これ行こうとしてますので OK ですね。で、割れたらもう割れたら逃げていただければいいのかなと。もし割れるとね、やっぱりこの短期、ごめんなさい、そうですね、短期のサポートライン上までずりっとやっぱり落ちてくる可能性が多いにありますので、この移動平均線が今ついていってる状態で割れるとですよ。もしね、中期の移動平均線とかがこのね、もう真ん中ら辺にこうあるんであれば、そこを支えにしてここまで落ちずにボンとね上狙っていくと思うんですけど、今もうついていってる状態ですので、これなんでついていってるか分かりますよね。ここでもじもじ期間がちょっと長かったので逆に良かったかなと、今回のフェーズ考えると逆に良かったですよ、これ。これね、一気にバンバンバンってぶち上げちゃうと、本当にここが追いつく間に、この移動平均線が追いつく間に上がっちゃうってことでしょ。それつまりね、こういわゆる離れるじゃないですか、かなり離れるんですよね、ローソク足と移動平均線が。となるとやっぱり大幅調整が入る可能性がある、支えが何もないので、それよりもやっぱりちょっともじもじしてくれて逆に良かったかなと思いますね、今回考えると。 OK ですか？ですからちょうどいいタイミングで抜けたんじゃないです、はっきり言いますと。あとは7月まで5、6で行くと、7月いっぱい中頃ですかね、あれですよね、もう何遍も言いますけど、ロンドンでございます。はい、あちらのね大型アップデートがもう待ち構えておりますので、あと2ヶ月ぐらいです。で、前も言いましたけれども、そろそろですよ、そろそろね、もうこれね、初めて聞かれた方わからないかもしれませんけど、いいですか、クジラ様ですよ。とにかくね、お金をもう莫大にお持ちのね、お兄様、お姉様方がいらっしゃるわけですよ。いい形でね、お年をこう取られていらっしゃるお兄様、お姉様方がね。で、今とにかくまだです。もう一回行きますよ、もう一回意識してください。まだですか、前後に揺れるチェアでぐん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 座ってます。はい。で、ワイン片手にぐるぐるぐるって回しまくってるんですよ。で、何遍もです、いいですね、画面がその椅子のね、いいですね、3メーター先ぐらいに画面があるみたいな。で、余裕ぶっかまして、横にはね、ビッグドッグです。はい。もうビッグドッグが待ち構えてると。で、頭撫でなでしながら。でね、いいです。5月中旬ぐらい。もう言いましたね、これね。6月開始時点で、ようやくその3メーター先のパソコンの画面に向かってむくって起き出すと。で、いいです。6月の中頃、要するに6月15日あたりぐらいまでね、のそのそ歩いてきまして、いいです。で、パソコンの画面前、1メーターぐらいに近づくのが6月15日ぐらいです。OK ですか？わかります？それぐらいね、要するに2メーター進むのに2週間ぐらいかかるんですよ。あの方たちっていうのはね、OK でしょうか？そして7月に入り、ようやくさらに2週間かけて、ようやくパソコンの前の画面に、はい、あ、パソコンの前に、ね、座っていただくと。で、パソコンのボタンをね、パチパチっとね、もう本当に、5プッシュぐらいしていただいて、ポーンってエンター押して、金額10億円バレーみたいな、そんな感じでございますから、大丈夫です。そこを意識していくならばですよ、OK ですか？今入れずに、いつ入れるの？中期保有目的であればっていう形でございます。よろしくお願いいたしますよ。とにかく、今年はイーサリアムのビッグイベントがありますからね。はい。そこに向けて、とにかく準備しておきましょう。はい。準備しておきましょうと。はい。もう私なんてね、もう前後に揺れるチェアというか、もうね、そこら辺にある本当にもう椅子でもない、何段ボールに座ってるレベルですからね。はい、その方たちからすると、ですからもうなるべく早めに、もうね、今ね、パソコンの前通り過ぎて今戻ってきてます。それぐらいね、もう前に入れてましたから、前に入れてましたと、いうことでございますので、もしね、持たれてらっしゃらない方であれば、ちょっとね、こうね、急ぎ目で仕込んでいくのはいいのかなみたいな形はしております。よろしくお願いいたします。はい、まだ大丈夫です。チェアに座ってワインぐるぐるボタ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 でございます。ぐん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 ぐ
ますよ。はーい、次行ってみたいと思います。行きます。今日はね、新しいパターンが出ましたけれども、私のね、脳みその時間が1時間先に進んでしまうと、それぐらいのね、疲れを催しました。先ほどの一撃でお願いいたします。皆様の大好きなアルツのお時間でございます。よろしくお願いいたします。私も大好きでございます。アルツというのは何ですかとね、これ前も言いましたね。アルトコインがいつの間にかアルツになってしまうというね、謎現象が起きております。よろしくお願いいたします。行きます。全然進みます。行きます。ネムちゃんなんですけれども、申し訳ございませんね。ただいまの価格が 0.347 ドル、はい、日本円で38円ぐらいでしょうか、うん、を推移していると。で、これはね、まあ結構話は早いでしょうと。うん、話が早いでしょうって言うと、もうお前めちゃくちゃ喋るやないかみたいな。申し訳ございませんよ。どんどんね、熱がこもってくるんでございますよ。まだ3通貨目という奇跡。はい、お願いいたします。いきまーす。ですね、まずですね、いいですか？まあいいですかというか、まあ前も言ったと思うんですけど、これね、レンジ帯に戻ってきましたよね。ちょうど。まあビットコインがね、気象が良くなりまして、ちょうど、今ね、もともと意識されていた、レンジ帯の中にね、こう戻ってきました。うん、で、とにかく、今4時間足レベルでいくと、まあ見ていただいたらわかるようにね、移動平均線の長期で抑えられているので、ちょっとこう文字が入っていると。うん。ですから、ここで一旦もう一回押されて、青いラインをね、もう一回2回ぐらいね、こうサポートとして、こう、うん、トントントンってリバウンドで、トンみたいな感じでリバウンドしてくれると、うん、いう形が見受けられれば、うん、いい形でこの青がね、サポートとしてやっぱ機能してるんだなーっていうね、意識が広がりまして、その上の 0.426 ドル、うん、このオレンジのラインです。うん、いわゆる一時ね、レンジ帯を作っておりました、上限値のオレンジのラインぐらいまではね、ブリッと持ち上がってね、行くような形が、するでしょうと。大丈夫でございます。うん、ですから、そこまでまあね、難しく考えなくてもいいんですよ。サポートされるところはバッチンバッチンに効かせられますからね、基本的には。うん、で、もし、青いライン割れてしまった場合はですね、割れてしまった場合、ちょっと冷やしの音しますよ。ごめんなさいね。はい。割れてしまった場合は、やっぱりこのね、黒いラインっていうのが、結構ね、長期間にわたって効いているサポートですよね。わかります？ちょっと左に戻しますね。サポートです。うん、サポート。ですから、ここのラインがね、やっぱサポートとして意識されているでしょうと。一回割れちゃったんですけど、それはそれでね、黄色いラインがまた下の強固なサポートとして。これは、一時この、今ね、ピンクでほら、囲ってるでしょ。ここで、レンジ帯作ってたんですよ。ずーっとレンジ帯作って、2週間ぐらいずーっと。うん、ですから、ここのね、上限値付近がやっぱりサポートとして機能してきて、ポーンと跳ねて戻ってきましたよ。うん、で、行くならば、申し訳ございませんね。この斜めの黒いラインっていうのがある程度、長期的なサポートとして意識されていくのかなということですので、青いラインをね、割れたとしても、実際問題そのすぐ下に待ち構えてますから、あまりね、大幅下落っていうのを心配する必要はないのかなと。あとはやっぱり上場話で行くならば、バイビット様ですよね。バイビット様の方で、現物、ので取り扱い。あとは、初めはあちらって言ってましたかね。あちらです。先物の方でしたかね。うん、あちらの方が、取り扱い開始。っていう風に言ってましたかね。ですから、うん、現物はいずれ取り扱うよみたいな形で言って、おりましたので、そのアナウンスがね、今月5月中に公式発表があるんじゃないのかなという形で言われておりましたので、そこに期待感ね、ちょっとは持ちつつのという。うん、ただまあ、昨日、おとといぐらいですか？もう言ったと思うんですけど、やっぱ期待感はあるんですよ。そういったね、上々と。で、2017年とかね、そこら辺あたりだったら、もう上々という話があった。もう段階でバリ上げです。バリ上げ。もうガチめのやつです。ガチめのやつがもう、うわーみたいな。もう、それこそこれです。みたいなね。みたいな。もう最終形態出ちまうぜ、みたいな。みたいな形で言ってたんですけど、やっぱり最近はね、こう、なんて言うんですか、上場レベルだと、もう、慣れてしまって皆さんが、あまり反応がね、ない。っていう形なんでしょうかね。それよりも、やっぱりね、でも逆にそれいいことなんですよ。いいことなんですよ。うん。何か。だって、ね、そのコイン単体、コイン自体のその開発度合いとか、コイン自体の使用用途とかに皆さんね、目を向けていってるような状態になってますので、そのね、一時の上場みたいなね、これだって上場していくでしょみたいな形でもう皆さん捉えられておりますので、確かにビッグ、大きなね、うん、当然ニュースですよ、上場っていうのは。うん。ですけども、まあちょっとはね、皆さん慣れてきたのかなっていうのはありますので、あまりね、過度な期待をね、かけすぎるのもちょっとね、危ないなと。そこはちょっと注意しておきましょうか、ということでお願いいたしますよ。うん。ですけど、悪いニュースじゃないので、うん、今後のネムに関してはね、当然プラスのニュースになっていくでしょうということでございます。で、ごめんなさいね。まあ、あとはネム単体での開発も終わっておりませんので、とにかくシンボルがね、ジムが、ほら、2つ3つぐらい前にサムネの方にあったでしょ。結構私早かったと思いますよ。多分 YouTube の方では。ほぼ最速だったんじゃないのかな、みたいなね。うん。ですから、ビットマン TV はね、わかります？皆様。最速の、ほぼ最速情報、バリですよ。これはね、何遍もですけど、1日2回配信やっぱりできてるからこそのだと思います。はい。よろ
しくお願いいたします。申し訳ございません。よろしくお願いいたします。私のテンションが上がるようにね、皆様のグッドボタンとか本当に嬉しいございます。ありがとうございます。はい、ごめんなさいね、話ずれました。ですからごめんなさい、一旦ねこの上のオレンジラインを目指していくような形になるでしょうから、うん、もしね短期トレード、そうですね、やっぱりこの抜けてからの FX かけていくのがいいのか、次これぶち破りトライして、ぶち破っていくのは結構強い上昇がね待っている可能性がありますので、その際はねスナップショット日ぐらいまで 0.6 ドル付近までねバリッと上げていくのかなという形がしますので、そこへ調子よくいきましょう。ですから短期まとめます。短期と FX は 0.43 ドルぐらいを抜けてからがまあ入っていくのがいいのかな。うん、割れたらもうすぐ逃げていただく、もしくはねもうまあ今ぐらいの値打ちからなんで入るのダメなのっていう方たまにいる、たぶんね思う方いると思うんですけども、それはなんでかって言ったら、いいですか、どの道オレンジで頭を押さえつけられますし、おそらく何回かはで下がってくる可能性あるでしょ。で時間が多分かかると思うんですよ、こうもじもじがね。でそこ多分ストレスがかかると思いますので、あまりこのねレンジ帯の中で入るのはちょっとこう、大幅なね金額利益を取りたいんであれば、ある程度の利益を取りたいんであれば、逆にこうね抜けた後に入っていけば、この移動平均線も1日日足レベルでもね全て下に抱えている状態ですし、そうですよね、4時間足レベルでも全てね、移動平均線が下に抱えている状態なので、ブリッとねもう上に何もない状態じゃないですか。上にブリッとねやっぱり上がってくる状態に、まあフェーズにね入っていくのかなということでございますので、なるべくなら抜けた後にねぐんと大幅上昇していただいても、さっとさっと抜いていただくとか、こんな感じで仕上げていくのがやっぱりね短期だったらいいでしょ。うん、特に FX とかだったらほら手数料取られたりするじゃないですか、8時間ごとにとかね、そういうのってやっぱ取られたり、もらったりもするんですけど、あまりなんかね気分のいいものではないですよね、取られたりすると。ですから結構短期決戦でね仕上げていくのがいいのかなと思いますので、抜けた後にね入っていただくのがよろしいでしょうということでお願いいたします。下はサポートライン上まで落ちてくることは全然想定しておいてください。はい、次行ってみたいと思います。行きます、行きます、立方ちゃんでございます。パイナッポーちゃんでございます。行きます、行きます。はい、まずですね、いいですか、リップルなんですけれども、ただいまの価格が 1.62 ドル付近、日本円でいうともう180円ぐらいでしょうか、もうつけた形になって180円いかないぐらいですかね、ギリギリ、つけたような形にねなっておりますよと。でこれもねもうね上がりが綺麗、もう上がりがいい、もう本当にもうビットコインをねこう彷彿とさせる、こうぐん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 ね、このラインをとにかく今はサポートとして効かしていくんじゃないのかなと、このラインです。ですからちょうどね青いラインやっぱりねこれね完全に抜けたしか、やっぱこれ逆三尊が効いてからのネックライン上抜けで、もう一気に力強く青ラインも一気にぶち破っていきましたね、ほぼほぼもうかなり短時間で。ですからその後にいいですか、4時間足アップしますけど、まあ短期のねこれも一緒ですよ、短期の移動平均線が追いついてなかったのでちょっとこうねもじもじが入ってからの短期の移動平均線をねちょっとサポートとして上にもう一回グッと狙っていくような形になっていくのかなと。ですから綺麗にサポートされてますでしょ、ですからいい理想のね上げ方でしょうかと、でまあ落ちてくるならこれもねビットコインと同じです。落ちてくるならちょっと金額帯でいくとここですね、ちょ今の時間軸で 1.5 ドル付近です。ですから青いラインブルーラインでブルーラインでございます皆さん、ブルーライン上ぐらいまでね、ワンチャン調整としてはありえますけど、そこをねもう一回支えとしてブリッとねブリッともうブリブリでお前身が出とるやないかみたいなね、ブリブリ言い過ぎみたいな、身が出てますみたいな、はい申し訳ございませんね何言ってんのこの人みたいな、そこぐらいまでねブリッと上げていく可能性もやっぱありますので、というかもうとにかく何遍も言ってます、リップルに関してもとにかく今年は期待通貨です。もう間違いないですよ本当に。 SEC の問題が解決するですか、コインベースバイナンスUS、いわゆる大手取引所での再リストアップがされる、フェメックスはもうされますよね、されますという案内がありました、ですからまた広がってきますよニュースが。もうねこのリップルちゃんはやっぱりある種のね仮想通貨のブームを作った、方かなと、ブームわかりますよね、皆様の意識の中になんかリップルってすげえのがあるらしいぞみたいなね。ですからその先陣をほぼほぼ切っていったような、形でしょうと。であの時はやっぱりねこうブリッジ通貨というねこうわかりますか、こうリップルがね目指しているそのブリッジ通貨、ここがやっぱりこうなんかねこうやっぱこう来るでしょみたいな、こんな早く国際送金できるものないでしょみたいなね、そこのインパクトがでかすぎましたので、やっぱりまだねリップルに希望を持っている方、まあいわゆるリップラーという方ですよがいらっしゃいます、たくさんいらっしゃいますよ。そういう期待感もあるので、やっぱりねあのね今年終わりぐらいまでにね、わかります、リップルを、私はリップル信者レベルまでいけないんですけど、リップル大好きですが、やっぱ当然持ってますたくさん、リップル持ってますよ、ですから年末にかけてねほれ見ろみたいなほれ見ろ言ったやろあの時持っとけと何度もみたいな形でね、ネット上が騒がしくなるのかなんか想像できるなみたいな、言っただろみたいな、やっぱり君がキング逆にみたいなね、形でね盛り上がっていくんじゃないのかなみたいなのがなんか想像できるんですよ、ですからやっぱりねまだね史上最高値の4ドル付近抜けてません、もういよいよ見え
てますもんね。見えてますもんね。さすがに。もう20円とか、ほら、一旦めちゃくちゃやばかったじゃないですか。去年あたり。もう20円から30円ぐらいの間だったでしょ。一番最高が14円ぐらいでしたかね。その時から考えると、今10倍ですからね、10倍。で、行くと、もうね、いよいよその史上最高値を本当に狙えるフェーズに来たなと。来たなと。あと2倍、2.5 倍ぐらいで超えますので、全然あります。全然あります。可能性は。オッケーですね。ですから、そういったものも含めてね、本当に、結構推し通貨として、私は捉えておりますので。で、やっぱりね、多分買わない方、まあ、購入されない方、まあ、全然ね、いいんですよ。全然購入されない方は、やっぱりね、急激なバーンとかいう上がりとか、あとはね、10倍、100倍とかね、あそこら辺を多分狙ってる形だと思うんですよ。全然それはそれで OK でございます。全然、で、そういった通貨も当然いっぱいありますので、全然否定はしません。それがその方のトレードのね、仕方ですので、ただね、ちょっとほら、余力が出てきた時に、ちょっと長期保有目的で持っておく。ある程度、上がりがほぼほぼ担保されてるよね、もう、まさしくイーサリアムとかもうリップル解決していくでしょうみたいなね、こういったものを安心通貨として持っていくっていうのはね、一つの手なんですよ、やっぱり。わかります？やっぱそうね、上がるかどうかわからないものばっかり持ってるのもさっき言いましたように手ですけど、やっぱそれだと逆にもじもじしてくるみたいな、上がる時間がかかりすぎてもう逆に嫌になっちゃって、で気づいたらリップルとかイーサリアムがボン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 上がっちゃってたみたいな、っていうことがね、結構やっぱありますので、ちょっと思い立ったが吉日みたいなね形で、もしちょっと考えてらっしゃるのであれば、そういったコインをねメインとして組まれてる方もね、ちょっとこう今年いっぱいまでのビットマン TV が言ってるんだったら、ちょっとそっちにも割り振ってみようかなみたいな、今年いっぱい年末いい思いがねできる可能性がありますので、そこはね調子よくいきましょうと。で、あちらですよ、ワクチンがね、もう開発されて、まあまあ新しくね、変なのがまたこう出てきてるんですけれども、年末にね、もう収まって、今のこのね、嫌な流れが収まってきてからの、わかりますよね、皆さんね、何べんも言うじゃないですか。海外旅行とかね、わかります？お車を購入したりとか、ね、はたまたお家を購入できるレベルまで資産が増えるかも。方もおそらくいらっしゃると思います。はい。私のチャンネル登録者の、方の数を見るとね、おそらくいると思うんですよ。そこをね、こうね、イメージしながら、ちょっと、ちょっと長期保有目的で持ってみようかな、みたいなね、形で。で、落ちてきたら、ちょっといいわ、いいわ、もう現物やから、もうちょっとほたっとけや、みたいな。どの道上がるしょ、ぐらいの余裕です。そうすると、いい取引ができますので、よろしくお願いいたします。またこのおっさん話投げなと、すいませんよ。皆様のね、資産を私は、10倍どころじゃなくて、本当に本気で100倍以上にしたいと思っております。したいとというかね、それをごめんなさいね、なんかおこがましかったですね、今の言い方は。申し訳ございません。それをね、もう本当にバックアップさせて、本当にもうなんていうんですか、もう本当に奴隷レベルで使っていただいて構いませんと、それぐらいの意識で言っておりますので、情報をね少しでもちょっと集めていただければね、これ幸いでございます。よろしくお願いいたします。はい、次行ってみたいと思います。 IOST でございます。 IOST ですね。 IOST なんですけれども、ただいまの価格がですね、いいですか、 0.065 ドル、ちょっと急ぎ目でいきましょうかね。で、日本円で7円ぐらいですね。で、今、IOST に関してはね、ちょっとまあ、意識されてる方が少ないのかな。逆三尊形成をしていて、ネックライン上抜けして、あまり上がりが良くないんですよ。良くないんです。わかります。ですけど、今ね、ここのライン上でやっぱりちょうど支えられているんですよね。支えられていると。ですから、これは、まあ、逆三尊意識というよりも、ここのね、短期間での高値を結んだラインを意識されている方の方が多いのかなと。ですから、今これちょうどね、サポートとして機能してます。機能してます。で、これやっぱりね、IOST ね、ほんと年中ぐらいに向けて一気にバリってぶち上がりそうな気がします。なんとなくです。4月中にあるのかなとね、こう言ってたんですけど、まあ、4月中に一回ありましたね、ぶち上げが。ぶち上げがあったんですよ。ここら辺ありましたよね。で、やっぱり年中6月、7月ぐらいに向けて、こうまたもう一段ね、高いフェーズでの話が展開されそうな気がするなって思いますので、まあ、今ね、ちょうどね、この斜めのライン上、つまりサポートライン上で、もじもじしてますので、基本的にはね、現物持たれてらっしゃらないから、ちょっと中期目的ぐらいで持っておくのがいいのかなと、3ヶ月ぐらいの短スパンでね、現物集めの候補として押さえておいてもいいのかなと。で、落ちてきても、実はね、この斜めのラインがめちゃくちゃ硬いんですよ、とにかく。これはもう時間軸的に超えましたよね。そうですね。この斜めの、ごめんなさい、このサポートラインが、この、頭を押さえつけられていた、このライン上を、もう今ね、超えましたね。超えましたんで、ちょっと意識が薄れてくるかなと思います。ちょっと抜きます、これは。はい。という形で行くならば、いいですか？もしね、この斜めのラインを下抜けしても、このサポートラインが結構強固に効いてくるはずですので、そこでまた押し目買い。で、もし割れてしまったら、やっぱりここね、黄色ライン上なので、グリーと落ちてくる可能性がありますので、ちょっと金額幅帯が大きいんですけど、まあ、今ぐらいに入れていただく、サポートで集める、最悪割れたら落ち、最後の落ちまで確認して、最悪、この黄色ライン、0.04 ドルぐらいまでね、落ちてくる可能性がありますので、そこで結構集めの玉を入れていただくっていう風にしていただければ、逆に金額幅が大きいので 0.5 ドルぐらいで収まっていくのかなと、もしくは 0.45 ぐらいでね収まっていくのかなという形がしますので、押し目買いの候補通貨として押さえておいては、よろしいのではないのかなという形がしております。はい、 FX とかね、短期で勝負かけるんであれば、少なくともこの青いライン 0.07 ドル、日本円で言うと、どれぐらいです、8円ぐらいでしょうか。8円ぐらいをね超えたあたりぐらいから勝負かけていくのがいいのかなという形がします。その際はこのオレンジの、直近最高値の日本円で言うと10円ぐらい、
らいです。10円から11、2円ぐらいです。そこら辺をね、狙っていくような形がするでしょうということでお願いいたします。はい、次行ってみたいと思います。サンドでございます。皆様、サンドでございます。行きまーす。はい。サンドなんですけれども、ただいまの価格がですね、0.6 ドル付近を推移していると。で、これは、わかります。まだね、逆三ゾーン、まあ、逆三ゾーンだと思います。ここね、逆三ゾーン形成、まあ、しかも右上がりの逆三ゾーンですね、ネックラインが。うん。ですから、いい形でね、これね、抜けていったら、ブリッと仕上がっていくんじゃないのかなと思いますよ。あちらです。リップルみたいにね、一気に買いが集まってガンと 0.7 ドルを一気に上抜けしてからの、ここの、オレンジのラインをサポートとしてね、転換させていくような、形がもしかしたら見受けられるのかなと。うん。ですから、そこに期待感を持ちつつの、入るんであればいいですか。ここじゃ入っちゃまずいですからね。押されて落ちてくる可能性もありますから、入るんであれば、まあ、時間的な勝負になるんですけど、抜けてからね、抜けてから何回かこう、ちょっと、もじもじすると思います。ヒゲでこう、もじもじすると思います。その時に、まあ、ある程度ちょっとロングインしていただける。もしくは、もうちょっと余裕を持たして、抜けてから、ね、まあ、ヒゲで押されるんですけど、もじもじして、時間軸的に切り替わったらローソク足が確定しますので、そのローソクが確定した時にちょうど上に存在しているんであれば、ロングインで上を狙っていくみたいな、一気にバンっていうのがね、ある可能性があります。OK ですか？で、ちょうど、ね、4時間足レベルで移動平均線も今ちょうどやっぱこうね、もじもじしてるので、ついてきてるので、ちょっとこう上げたぐらいじゃね、あまり全然その離れないじゃないですか。離れないと思います。ローソク足と移動平均線が。ですから、力強くね、またサポートとして、ちょっともじもじするんですけど、ぐんとね、ぐんと抜けていく可能性がありますので、そこに関してはね、期待感を持っていきましょうと。うん。とにかく、ね、なんかもうそろそろ、これは、頃合い的には、そろそろ行ってもいいんじゃないのかなーという雰囲気はね、私の中ではかなり漂っておりますので、うん。短期、FX とかであればね、勝負をかけていけるようなちょっと通貨になりつつあるなと、いう要素がしておりますよ。あ、やっぱりね、このラインが意識されてますね。ヒゲでボーンって戻ってきてますのでね。ですから、ここ抜けたら結構、見てください。ほら、レジスタンスとしてヒゲでボン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 って押し戻されてますので、うん。入りとしたらね、抜けた後結構大きい上昇が待ってる、と思いますよ。これはね。はい。よろしく。あ、逆三ゾーンね。やっぱこうね、まあ、わかりやすいですもんね。オチが、こういう形でね、意識されていっているのかなという形がしますので、そこはね、調子よく見ていきましょう、というふうに、していきましょう。ということで、よろしくお願いいたします。抜けたら大きい上昇待ってるかもよ。FX 短期なら、ロングインのチャンス。はい。よろしくお願いします。はい。そして行きたいと思います。次ですね。ドーズビコインでございます。ドーズビコインでございます。はい。OK ですか？ビッグドッグでございます。ビッグドッグです。椅子の横に。いつね、こうね、座ってる肝みたいな。申し訳ございませんね。お前が、なんか肝みたいな。ごめんなさい。申し訳ございません。申し訳ございません。いきまーす。はい。ドージコインなんですけども、上がりましたね。やっぱりね。うん、上がるかなーと、多分言ってたと思います。前もずっとね、上がりそうですよ、みたいな、うん、形で言ってたと思うんですけれども、ちょうど今上昇してきて 0.4 ドル付近。もういい形で、なんかね、もう気持ちよく入れたのかなと。うん。おそらくどこら辺で、あ、そうですね。ここで言ってましたよね。もう完全にここら辺で言ってましたね。こう、きつめの逆三ゾーン抜けて反応がなかったので、いいですか？まあ、初めて聞かれた方はね、何のこと言ってんだって思うかもしれませんけど、こういう風にね、結構きつめに引いてたんですよ、私。で、そこをね、きつめを上抜けしたんですけど、全然反応がなくて、なんでかなと思ったら、やっぱり、このなだらかな方で意識されている、うん、相場師の方の方が多かったんですよね、やっぱりこれ、おそらくね。このなだらかな方です。で、サポートはもうずっとこれです。このラインがサポートとして機能してました。まあ、ヒゲでボーンって戻されてね、こっちもボーンと戻されて、サポートとして機能してましたので、ここね、上を修正してきてからの、すぐ、ここら辺でだから言ってたんですよ。ですから、そろそろ、このサポートとぶつかりそうだし、買いがいい加減入ってきてもいいよと言ったらいきなりバレーってぶち上がったと。うん、ですから、その、配信した2時間後ぐらいでしたよね。で、そこからね、いい形でもう見ていただいたら分かるようにもうぐん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 ですから私がもう私が強調しすぎお前って申し訳ございません。ここら辺でしょうか。値位置的にはどれぐらいです。 0.26 ドル付近でねおそらく言っていたと思いますので、そこからもう握っていただいた方であれば日数的にはどれぐらいですかね。3日4日ぐらい前ですか。ですから、うん、3日4日ぐらい前からねもう握っている方であれば今ちょうど15、6円ぐらいのね利益1枚あたり取れてるかなと思いますので、結構まあ枚数は仕込んでるでしょうと。FX とかであればね、うん、ですから結構いい利益が取れているのかなと、うん、こういったものをねある程度もう利確そろそろいいポイントに差し掛かってますから、いいですか。0.42 ドルというね節目のラインに差し掛かってますから、ちょっと半分利確もしくは3分の1利確ぐらいしていただいて、うん、利益を確保していってからの、その次のねフェーズに入っていくのかなと。押されてからやっぱりねこのサポートライン上ぐらいまで、こうバリッとバリッとやっぱり落ちてくる可能性があるんです。で、そこからね、まあ、お得意のアセンディングトライアングル。同時コインのアセトラ作ってたんですよ。昔ね結構作ってたので、アセンディングトライアングル発生からのぐんとねぐんとぐんという形で、仕上げていくのではないのかなって形がしております。はい。まあ、同時コインに関してはそこら辺ぐらいですかね。うん。そうですね。まあ、今いい形で基調としては始まっておりますので、期待感をね、もうちょっとしてから利確してもいいのかなって思いますよ。一旦利確をね、考えてみるのはいかがでしょうか、ということでございます。はい。次行ってみたいと思います。次でございます。ずん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 進みます。ずん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 進みます。行きます。ソウル。皆様、見ていただけますでしょうか。はい。映ってはいけないものが映っております。何みたいなね、お願いいたします。昨日ね、私ね、いいですか？昨日私、最近ね、ハマってるものがあるんですよ。ね、怖いの好きな方、大曲時 TV っていうのがめちゃくちゃおもろいんですよ、これが。
ゾゾゾって有名でしょ、あのホラー系、私そういうのは見るんですよ。相場系の YouTuber もう全く見ません。はい、もう目にすら触れないみたいな。うん、あの別に故意的にしてるわけじゃないんですけど、あの何もあの私にとってまあメリットがねあまり感じない。まあそれはそうですよね。自分でこのチャンネル立ち上げてるので。ですけど、ほら他のものは結構見ます。面白いので、うん。でゾゾゾとかね、あとあの大曲がとき TV とかあるんですけど、もう最高に面白くて、一人暗い部屋の中で見るというね、なんか狂気じみたことしてるんですけども、私もね嫁からもうあんたちょっと行っちゃってるわみたいな、ようそんな怖いの暗い中で一人で見れるねみたいな、楽しい、そのためにあるんでしょって言いますからね、私はね。よろしくお願いいたしますよ。見られてる方ね、賛同していただけると思います。よろしくお願いします。いきまーす。で、映ってはいけないものだと、いや全然映っていいんですけど、こちらね、私が言ってましたね、やっぱ50ドルぐらい、うん、を目指していくんじゃないんですかって言ったら、今ちょうど目指していってつけました。50ドル、あ、まだつけてないですね。ギリギリつけてない形ですかね。うん、40、そうですね、もう超ギリギリ。やっぱり 49.99 ドルで一旦ちょっとこうもじもじしていると。で、ちょっと落ちてきたという形ですよね。で、今の価格、うん、なんですけれども、これね、コメントいただいた方にも、ごめんなさい、4時間してみます。うん、コメントいただいた方にも、まあ、返信したんですけれども、今、いいですか？このディセンディングトライアングルね、私が紹介、来ました、また、私が発言。はい。私が紹介したのが、この36ドル付近だったんですよ。36ドル付近。うん。で、昨日、おとといですか？確か言ってましたね。確か言ってましたよね。皆さんお願いしますよ。言ってましたね。はい。それが私の心の、わかります？支えになります。はい。36ドル付近で、握っていただいてね、ソラナ。はい。で、あげました。お、すげえなと。上がっていったぞと。で、50ドルつけそうだったんですけど、落ちてきてからのディセトラ形成でしたね。完全にディセトラです。で、ここをね、あの青いラインを下割れしたらもう利食いしていいよって多分言ってたと思うんですよ。ここまでやっぱり落ちてくる、点線で入れてます。この黒いラインまでね、購入価格まで落ちてくる可能性がありますので、もう利食いしていいよと言ったら、もうね、うまくやっぱり強いです。上に抜けていただいて。で、その時も多分言ってたと思うんですけども、 FX とかね、短期の方であれば、このいいですか、ディセトラをのレジスタンスを上抜けしてからね、ロングインしてもいいのかな、いいと思いますよって言ったら、多分した方もしかしたらいらっしゃるかもしれません。その際はいい取引がね、今できているのかなと。で、ちょうど短期の移動平均線もこれぐーっと上がってきてますので、ここ上げ待ちかなと。ですから上がってきてからここ支えとして、もう一段高いところのフェーズ、ここは意識しておきましょう。狙える金額帯はまず考えられるのはここでしょうね。この高値を結んだラインでございますよ。高値を結んだライン、こちらですから、末広がりなね、感じの上昇チャンネルをこう描いていくようなね、様相が見受けられるでしょうと。こういう形、ちょっと厳しめにつけますよ。こういう形ですね。うん、ですから、一旦ね、このね、ここ、いわゆる上昇の高値を結んだ、このライン上ぐらいまでぐっと上がってくる可能性があります。で、その方にも言ったんですけど、60ドル付近でしょうか？ここをね、一旦の狙いポイントとしましょうと。で、エクステンション的に最後、ちょっと確認はしておきましょうかね。そこを意識されている相場者もたくさんいらっしゃると思います。このフェーズでちょっと見ていきましょうかね。このフェーズで、ごめんなさいね。行くと、そうですね。1のラインがちょうど57ドル。1.618 が66ドルなんですよ。ですから、まあ、うん。これは結構60ドル付近までやっぱ狙えるんじゃないのか。ここを意識されてる方も多分いらっしゃると思います。相場の中ではね。こういった形で、ぐんとあり得ますので、60ドル付近をね、もし短期であれば、一旦の利確ポイントとしてね、設定しておくのがいいのかなと。ただまあ、ソラナに関しては今後ね、やっぱりボンボン、昨日もほら昨日でしたかね、ごめんなさい。お二つね、言ってましたよね。ソラナと、もう一つ。ごめんなさい、ド忘れしちゃいました。お二つね、アナリストの方が、過小評価されている、コイン二つを紹介してましたけど、その中にね、ソルが入ってましたので、OK ですね。ですから、長期保有でね、考えてらっしゃる方であれば、買っていただくのがね、いいのかなという形がしておりますよ。よろしくお願いします。今ちょっと爪がなんか変なことに痛かったです。はい、申し訳ございません。はい。で、最後です。はい、今日のチャート分析ラストになります。いきまーす。ホット見てみたいと思います。いきまーす。ホットでございます。よろしくお願いいたします。はい。ホットなんですけれども、こちらもね、結構ね、話は簡単、早いですよと。うん。もう見ていただいたらね、わかるように。ここら辺で私は言っておりましたね。この文字文字が始まった時に、長期の移動平均線がね、ちょうど追いついてきてからの収束してますよと。すべての移動平均線が収束。この状態は、つまり、パワーをね、わかります？パワーを貯めている。ですか？ですから、何かのきっかけがあれば、一気にバリッとね、ブリッと吹き上げる可能性が当然多いになります。で、今ちょうどいいことにね、わかります？このサポートライン上、ちょっと長め、短期でのサポートラインなんですけど、このライン上にグリーとね、今差し掛かってます。ですから、ここを支えとしてね、ぐんとね、上に向かっていくようなフェーズが、まあ見受けられていくのかなと。もし割れてしまったら、そのシナリオを考えている方が少ないので、青いラインをね、こう支えとしながら、まだもじもじが続いていくのかなと。OK です。そうなった場合は、逆に長ければ長いほど、跳ね率も、まあ逆にね、こっちもあるんですけど、落ち率も高いので、うん、そこはちょっと注意しておいた方がいいんですけども、今の気象的に、まあ、下よりもね、上目線がやっぱり大きいのかなと。やっぱりビットコインの基調もね、完全に重なってますので。うん。ですから、まあ、とにかく、今直近の話で言うならば、今から4時間ですから、夕方ぐらいまでにはね、下割れしているのか抜けているのかというのがあらかた、うん、見受けられると思いますので、まあ、もう一回ぐらいね、ちょっとこう、なんかこう、
わかります、移動、このサポートライン上こう推移しているような形が見受けられるようであれば、何かのタイミングでこのライン上ですかね、ここのラインを抜けたら一気に 0.017 ドルぐらいでしょうか、うん、抜けたらポンとね、ポンと跳ねる可能性があります、うん、その際は 0.021、 まあ21ラインですね、21ライン、ここがとにかくレジスタンスで効いてますよね。これ見ていたらわかりますよね、うん、レジスタンスで効いているのでやっぱり意識されるでしょうと。ここもねヒゲで戻ってきてます、レジスタンスで、ここが特にやっぱり意識されてますよね。この下降チャンネルを上抜けしたんですけど、ヒゲで戻されているという形ですので、やっぱり意識はされるでしょうということで、うん、まあ長期のね移動平均線も被っているという要因はあるんですけれども、まあ意識はされるでしょう、申し訳ございません。ですから、一旦ねここを支えとして 0.017 ぐらい抜けると、もう上はほぼほぼ4時間足レベルで抵抗体がないので、一気にブリッとね、ブリッと力強く上がっていくのかなという形はしております。そこから攻防ですね、押されてまたサポートとして上を目指していくのか、もう一気に抜けてここをサポート転換としてズン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 と、史上最高値が 0.030 ぐらいですので、もうとにかくね、この一本目を抜けたら、とにかく史上最高値を狙えるフェーズにようやく入ってくるかなと。欲を言うなら、このね、前ずっと引かれていたサポートラインなんですよ、これ。ここの上にね、わかります？サポートラインなんですよ。ここです。ちょっとこうね、意識されてるでしょう。ですから、この上に回帰してきたら、もう、いよいよですよ。いよいよ始まります。史上最高値を狙うフェーズに入っていくような要素が見受けられますので、なるべく早めに抜けていただいてね、こう、なるべくならこの2本目のオレンジのラインよりも、この斜めのラインが下にある状態で抜けてほしいです。そうすると、このラインがより意識されます。逆に、わかります。注意点言っておきましょう。これ、伸ばしますよ。ここですよ。ちょっともうね、時間がないんですけど、このチャートの時間がないんですけど、ここをね、わかります。オレンジのラインを、この黒いラインが上抜けした状態で、ロウソクが抜けると、ここが抵抗体に次になってくるでしょ。ですから嫌なんですよ。ですから、なるべくなら早めに抜けていただければ、逆にね、このサポートライン上意識されている方の意識がまた戻ってきて、上ガンガンガンでも、ある意味このオレンジのラインを無視してガンガンっていく可能性がありますので、そういった兼ね合いもね、いろいろ、やっぱり、うん、ライン、トレンドラインとかね、水平ラインには兼ね合いがありますので、加味しながらね、見ていくのがいいのかなって形がしております。はい、それではね、ごめんなさい。チャート分析以上、急通過になりました。本日の重要ニュース行ってみたいと思います。パフ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 いきます。パフパフ、お一つ目こちらでございます。ポチ、はい、こちらでございます。いきまーす。まずですね、いいですか、ちょっと気になる通貨がありますので、うん、ここでね、話が上がっておりました、ニュースで。うん、まず、いきますよ、読みます。バイナンススマートチェーンでのディファイの採用が新たな高みに達していきますよ、と。今後ね、新しい高みに達していきます。ですから、今後またさらに注目されていきますよ、と。うん、で、ディファイプロトコル内で、いいですか、取引量や価格、うん、あとはアクティビティが増加している、BSC、バイナンススマートチェーンのね、3つのプロジェクトがありますと。で、それは何なのか。いきます。デューデュン。はい、こちらでございますね。あ、ごめんなさいね。いきまーす。こちらでございます。はい。まずお一つ目。はい。もう最近ね、扱いました。ヴィーナスでございます。女神様でございます。XVS。はい。これがね、増加していると。うん。まあ、それはね、今金額かなり上がってますしね。あちらですよ。スナップショットもありますし、控えてますしね。まあまあ、上がっていってると。で、次。まあ、ここらはちょっと軽めに流しますよ。パンケーキスワップですね。ケーキ。はい。こちらがやっぱり増加していると。ここは OK ですか？あ、これがね、ヴィーナスのエアドロップに関する話です。はい。こちらでございますね。上から下流します。で、次、ケーキ。はい。これが、まあ、増加していると。ですから、金額もね、ぐんぐん上がっていって、これが、XVS、ヴィーナス様のね、チャートです。この上の方がね。で、ごめんなさい。下流しますよ。まあ、これは説明はあまりいらないでしょうと。で、これもね、あちら、パンケーキ。うん。の、チャート。で、次です。まあ、新しく出てきた、リニアファイナンスっていうのがね、あるんですよ。リニアファイナンス。こちらですね。あ、ちょ、もうちょっと下ですね。ごめんなさいね。ここもパンケーキ。ここです。ここです。リニアファイナンス。これが、まずチャート見ていきましょうか。反応があまりないんですよ。来ました皆さん。ちょっとね、そろそろワンチャンあるんじゃないと思ってます。はっきり言いますけど。で、ちょっと、うん、そうですね。ワンチャンあるんじゃないのかな、みたいなのが、もう空気がね、ムンムンしてると。で、バイナンスのチャート見ていただいたらわかるんですけど、まあ、持たれてる方はね、ちょっと見てみてください。バイナンス。もう、ほぼ、動きがない状態です。冷やしレベルでいくと。ですから、まずね、ちょっと、これ、リナ、何買おうかなって考えてらっしゃる方であれば、今やっぱりね、ニュースで取り上げられてるので、海外の。ちょっとね、あ、そんなのもあるんだ。しかも今まだ上がってねえじゃん。買おっかなっていう方がね、出てくる可能性があります。今から2、3時間ぐらい前に上がってきたニュースですので、これが配信されるぐらいはね、まだあると思います。バイナンスでね、取り扱いがありました。確認しました。で、もしね、持たれてらっしゃらない方であれば、これごめんなさいね、何遍も言ってるんですけど、説明欄とかね、概要欄の方にリンク、バイナンスの貼っておりますので、昨日もちょっとね、私、視聴者様から言われました。バイナンス、どうです、いいんですかみたいなね、形で。うん、ですから、貼ってますので、リンクをね、ぜひともご活用なさってみてください。あともう一つはね、
gate.io というのが結構使いやすくて、バイナンスで取り扱いがない通貨もね、ちらほらありますので、そちらもね、もう結構すぐ作れますので、まあ、登録していくのが、今後考えるとよろしくなるのかなと。まあ、ですからね、ぜひとも参照の、ご利用なさってみてくださいと、ご活用ね。で、登録の仕方は、再生リストの初めての方の中に入っておりますので、バイナンスの登録の仕方みたいな感じでね、そちらをご利用ご活用いただければ、これ幸いという形でございます。よろしくお願いします。でごめんなさいね。で軽めにこれ説明しますよ。とにかくリナです。リナ、はい。でこれですね、ですかリニアファイナンスと呼ばれるところで使われている、通貨になります。うん、リニアファイナンスで、これどういったものなのか、うん、まあある程度まとめますね。リニアファイナンスはいいですか、分散型のデルタワン資産プロトコルでありまして、ちょっと話が難しいですね。商品や外国為替、うん、あとは市場指数、その他のテーマ別セクターなどの従来の資産を表す、ここです、合成資産、トークンを作成して取引所で取引できるプラットフォームになってます。リニアファイナンス。で、この合成資産って何と、これを言えばちょっとあらかた分かりますかね。ちょっと、なんか分かるかなって思いますよ。合成資産っていうのは、いいですか、こういうことです。投資家様の、まあ、いわゆる求めるね、リスクとかリターンあるじゃないですか。あれを、いろんなね、資産を組み合わせて実現する商品のことなんですよ。ですから、いろいろなものを、組み合わせて、作るというものが合成資産と言われるものです。OK ですね。で、これを作成する、取引所で取引できるプラットフォームということで、リニアファイナンス挙げられております。で、まだ、まあ、やっぱりね、チャート、もう一回見ていきましょうか。ごめんなさい。ちょっと早めに。はい。これがケーキ。うん。これがね、XBS。で、今、反応薄いので、ちょっと買いの通貨としてね、入れておいてもいいかもですよ。うん。お願いしますね。うん。私もちょっと買おうかなと。買おうかなって買いましたから。うん。配信する前ね、よろしくお願いしますよ。申し訳ございません。で、ごめんなさい。プロジェクトのね、勢いがあるんですけど、プロジェクトの勢いは、いいですね。4月27日のムーンビームネットワークとのセッションに先立って、構築され始めましたと。まあ、ちょっと内容ですよね。で、ムーンビームネットワークは、いいですか？ポルカドットパラチェーン上のイーサリアム、互換のスマートコントラクトのおかげで、ポルカドットへの最も簡単なランプと呼ばれていますと。まあ、ちょっと話がね、ちょっと難しいんですけども、クロスチェーンの要素も持っているらしいんですよ、これ。クロスチェーンの要素も。うん。で、まあまあ、それは持ってるんですけども、そこがね、結構ね、こう、押されていたと何か知らないけどね。うん。で、ごめんなさい。クロスチェーンの、ここが出てますね。クロスチェーンの相互運用性は、2021年の強気相場の主なテーマの一つで、うん。あるため、ポルカドットネットワーク、あとはバイナンススマートチェーン、あとはイーサリアムネットワークで、リナーを運用できるようになる見通しがあると。いうことで、このクロスチェーンが結構押されて、なんか押しでガーッとね、こうクロスチェーンで言われてましたので、そこの兼ね合いもあってね、今後いろいろこう注目をね、されていくのではないのかなと。まぁ、ちょっとこう、合成資産系のトークンを作成するところで使われる通貨なのかなとね、ちょっと話は難しいんですけれども、ですけどやっぱりね、こうね、ニュースに取り上げられるレベルって、まぁ、ある程度ね、こう注目している有名トレーダーとかアナリストの方がやっぱ多いと思うんですよ。特にこのニュースになるレベルですので。ですから、ちょっと何にね、入れてみようかな。あ、そんなリナっていうのがあったんだって思われる方であればね、こう入れていただくのが、もしかしたらね、上げが今から期待できる可能性がありますよということで、よろしくお願いしますよ。バイナンスのチャート見てみてください。まだ地平線状態です。はい、よろしくお願いします。冷やしレベルであればね。うん。バイナンスより前に他の取引所で取引されてましたので、今のバイナンスのチャートだけを見るとですよ。バイナンスのチャートだけを見ると地平線。他の、ところ。ごめんなさいね。ちょっとごめんなさい。こちらですね。ちょっと下行きましょうか。ここ。ですね。ここどこでしたかね。ちょっと取引所が出てこないですね。これバイナンス以外の取引所のチャートなんですけども、そこであれば結構前からね、取引されてました。2020年の、ですから、ちょ、1年ぐらい、2020年12月29日。それでも、まあ、結構直近で、その前からあったんですけど、ちょっとごめんなさい。調べてないので、ちょっとわかりませんので、もし気になる方はね、コメントにください。ちょっと調べてね、動画にしてあげますので。うん。で、まあ、これ見ていただいたらね、ちょっとごめんなさい。わかりますよね。うん。もう、今、サポートライン、ほぼサポートです。うん。これ。いきますよ。レジスタンスされていて、上がってきて、サポートに転換されているんですよ。ですから、このライン上にね、まあ、もうちょっとね、落ちてきてくれれば、いい押し目買いのポイントになるのかなと思うんですけれども、今、ニュースでちょうどね、取り上げられましたので、もしかしたらね、海外の購入される方がぐっとね、ぐっと上げてくれる可能性がありますので、ちょっとこう、注目されてね、行く様相がもしかしたら見受けられるかもな、ということで、一応ここは押さえておきましょうか、ということでよろしくお願いします。リナのね、ちょっと通貨紹介も合わせていきました。はい。XVS とケーキ。で、リナが上がりが弱いよ、ということでお願いします。はい。そしてお二つ目の重要ニュース行ってみたいと思います。こちらはね、サクサク終わりますよ。サクサク終わります。はい。バイナンススマートチェーンでの、いいですか？
あ、ごめんなさい。こちらじゃなかったです。はい。上昇要因ありましたね。上昇要因。はい。あの、ビットコインの。これ、やっぱりグレースケールじゃないのというのね、上がっておりました。で、もうね、買い集めまくってます。この会社。はい、いきますよ。グレースケールインベストメント社、は、いつか、ツイッターアカウントによって、わずか24時間で、8億ドル相当の暗号通貨を追加したことを、つぶやいたと。もう、買いすぎ君たちみたいなね。で、いきますよ。グレースケールの、ビットコインや、その他のね、デジタル通貨の量の増加は、いいですか4月の、29日から4月の30日までに発生したビットコイン価格の、こちらですよね。5万4000ドル。あれですね。5万4900ドルから5万7146ドル。まあ、これアメリカ時間でしょうね。うん。4月29日から4月30日ね。ここまでの、高値への上昇に起因する可能性があると。ですから、グレースケールが買ったことによって5万4900から5万7000。ドル付近に上がっていったんじゃないのかというふうにこれ言われてるんですよ。で、いいですね。ここからです。うん。まあ、話ですぐ終わるんですよ。で、さらに言うと、BYBT ブロックチェーンサービスによるとですね、いいですか。グレースケールは今週、うん。ここですね、やっぱね、ステラ。ステラめっちゃ買ってるらしいです。ステラ。そして、マナ。で、LPT、ファイルコイン、リンク、フィル、リンク。などの大量のアルトコインを取得したと。ですから、今言った5通貨ね、ちょっとまた今後、いいですか、買い集めを行っているらしいので、このね、大企業様が。うん。今後何かしらのね、動きが出てくるんじゃないのかな、という形が私はしております。まあ、マナとかに関して、マナとか LPT、フィル、ファイルコイン、リンク、これはあれですもんね。あの、投資信託商品でしたかね。バットもありましたよね、バット。うん。バット、マナ、LPT、ファイルコ、フィル、そしてリンク。この5つが、5月の中頃に、グレースケールでしたよね。マイクロストラジー、グレースケール、投資商品をね、なんかこう、出すみたいなね、こう、なんかこうニュースが上がってましたので、おそらく、うん、そこら辺のね、ニュースの兼ね合いもあって、今これ集めているのかな、という形がしておりますよ。ということで、よろしくお願いいたします。サクサクいきます。申し訳ございません。はい、最後のニュースでございます。お願いいたします。まあ、とにかくさっきの5通貨、ちょっと注目でいきましょうと。うん。最後のニュースですね。こちらは、ちょっとね、面白いニュースが上がってますよ。もうですね、いいですか？あのね、あのですね、国ごとの、まあ、企業なんですけど、国ごとの企業。まあ、日本の企業なら日本の企業。アメリカの企業ならアメリカの企業ね。まあ、国ごとの企業による、もう仮想通貨に対するね、スタンスがもう違いすぎてビビるみたいな。もうそういうニュースです。はい。何か、いきます。上から下流しますね。ビットコインの支払いを可能にする、アメリカの大規模なフードチェーンレストラン。っていうのがね、出てきましたよと。はい。もうビットコイン支払いしますよ、みたいな。フードチェーンレストランで。はい。で、言いますね。ビットコイン保有者は、いいですか？ババガンプシュリンプや、マッスルなどの、うん、アメリカを拠点とする様々なフードチェーンレストランから食品を購入できるようになりますと。ビットコインを持たれてる方はね。ですから、ビットコイン支払いを可能にしますよということでしょう。で、次です。うん。支払い手段として、ビットコインやその他の暗号資産を受け入れる企業や組織の数は、もう今、どんどん増え続けていますと。うん。で、アメリカからの最新のもの、最新のね、こういった増え続けている企業の中での最新のものは、食品業界のマッスルメーカーグリルと、ちょっと私ごめんなさい、存じ上げません。マッスルメーカーグリルと、アメリカにね、いる方であればわかるんでしょうかと。うん。で、あとは、複数企業の、あ、ごめんなさいね。複数企業の、親会社である、ランドリーズですかね。ランドリーズが運営する多数のチェーンレストランですと。はいはい。で、ここちょっと詳しめに行きますよ。1980年に、設立されたランドリーズは、複数の小規模企業を運営する、個人所有のマルチブランドのダイニング、あとはホスピタリティ、うん、あとはエンターテインメント、そしておよびゲーム会社になりますと。ですから、いろいろなね、分野にわたって手を広げている企業でしょうと。で、この会社の会長兼 CEO の方が、こうね、インタビューでこういうふうに言ったんです。こういうふうに。ですか？おそらく、今後90日以内に、つまり3ヶ月です。90日以内に、すべてのレストランブランドで、まあ、すべてといってもこれ 80% から 90% ぐらいでしょうかということですね。ほぼほぼすべてのレストランブランドで、ビットコインが利用できるようになり、はい。マスターカードやビザ、アメックスを使用する必要がなくなりますと。で、ビットコイン、または他のデジタル通貨を使用できます。この他のデジタル通貨っていうのは結構気になりますね。同時コインもう一回跳ねあるかもです。ここはなんか私思います。同時コイン支払いに行くんじゃないのってなんか気になるんですよね。もしかしたらですよ。あとはやっぱりペーパルの採用通貨であるライトコインとかビットコインキャッシュとかね。あそこらのメジャー通貨、イーサリアムとか。ここら辺はね、ワンチャンあるのかな。あとはちょっとね、話題性をもっと作りたいから同時コインを採用するとかね。ちょっと可能性ありますので、気にはかけておいてくださいと。で、いきます。さらにいいですか？マッスルメーカーも、うん、同様の計画をしていると。っていうか、めちゃくちゃ渋いですね、このおっちゃん。お願いします。はい、してますと。うん。で、渋みたいな。マッスルメーカーグリル。うん。ヘルシー、いきますよ。マッスルメーカーも同様の計画をしている。マッスルメーカーグリル。うん。ヘルシージョーズ。うん。あとは、MMG バーガーバー。
あとはスーパーフィットフーズを運営する、自称をこういうふうに言ってるらしいんですよ、うん、あなたにとってより健康的なというね、こう自称している会社ではこれですよ、現金やクレジットカード、またこれ別の会社ですからね、クレジットカード、うん、あとデビットカードの代わりにビットコイン支払いを受け入れると、うん、述べましたと、うん、またこれね大企業でございましょうかね。そして、MG バーガーバーガーバーでもあるんですね。なんか美味しそうですね。なんか食べたいですよ私。はい、行きます。ごめんなさい、まだまだ続きますよと。まだあるんですよ実は。行きます。はい、これです。さらにいいですか、アルゼンチンの巨大な e コマース、うん、e コマースマーケットプレイスである、メルカドリブレです、いいんですかね、メルカドリブレは、今週初めにブエノスアイレス、うん、あとはサンタフェ、はい、あとはコルドバにね、ビットコインで購入できるですか、多数のアパートメント、あとは住宅ですね、あとはタウンハウス、あとは区画、まあ、土地でしょ、土地、その他の物件を掲載したと発表したと。ですからこういったね、不動産関係ももうビットコインで購入、これはでも結構ねちょっとありましたね、あのビットコインで借りれる、あの家賃払いますよとかね、購入できますよと。でまあ実際にそのね、アルゼンチンの巨大な e コマースマーケットプレイスでこのビットコインをね、まあ購入できると、うん、お家とかね、これも掲載しましたよという風に発表しております。ですからもうね、いいですか、日本はあまりないでしょ多分、大きな企業がねこういう風に仮想通貨業界にガッと入ってきてて、今後も本当にねありますよ、もう間違いなく、はい、あの大きな波が来ますよ、もうね国ごとにもう違いすぎて本当に私ビビっております。ですから海外のニュースを見るとね、こういった話がボンボン出まくっているんですよ、うん、ですから何遍も言いますけど、今後さらにね大きな流れ、年明けだから3ヶ月って言ってましたね、90日以内にと言ってましたので、やっぱりね年中以降ね、年末に向けてまたさらにねビッグウェーブが起こる可能性がございますので、仮想通貨業界調子よく見ていくのはいかがでしょうかということで、はい、申し訳ございません、本日の第1部の配信はねちょっと長かったことございますね、コチコーラで切りよく終わらさせていただこうと思います。はい、そしてチャンネル登録者の方がですね、いいですか皆様、なんと4820名でしたかね、配信する時20名でございました。よろしくお願い、本当にありがとうございます。皆様のおかげでですね、もう本当に今ですね、チャンネル登録者の方が1日150名から200名ぐらいね増えているという形になっております。もう私どんどんとにかくもう5月中に行けるんじゃないか、本当に1万名とねちょっと思っておりますので、皆様のですね本当に温かいグッドボタンとかバッドボタンでも全然構いません。反応があること自体が嬉しいございます。こちらがねやっぱつくことによってやっぱりおすすめとかに上がっているのかなと、うん、あと関連動画ねあんまり上がってないんですよ私が、やっぱりね、どうなんでしょう、関連あんま上がってないんですよね。で、あとはやっぱりね、コメント等もいただけて、そしてあとなんといってもやっぱ、チャンネル登録者の方が、の増え率が大きいの、多分こう、おすすめとかに上がってるのかな、という形もちょっとしております。ぜひともね、初めて聞かれた方であれば、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、それではね、もう本当に皆様の大事な親指、人差し指、中指、薬指、小指、このどれかのね、筋肉を使っていただいて申し訳ございませんけど、赤いボタンをね、ポチッと押していただくだけで私、喋る糧になりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、それではね、第1部の配信、ここらで切り終わっていきましょうと。第2部の配信はですね、結構今日充実した内容でしたね。もしニュースがあまりなければ、結構ちょっと短めの、もしかしたら動画になるかもしれません。20分ぐらいでしょうか ?20 分か30分ぐらいのになるかもしれませんので、ちょっとニュースがね、結構ね、バーっといろいろ見ていって、ほら、お休みじゃないですか。日曜日でね、土曜日、日曜日、海外の方も。ですから、ちょっと上がりにくいんですよ、土日は。そうなった場合は、もうチャート分析だけね、行くかもしれません。で、日本の方もちょっと上がりにくい状態に多分なってると思うので、休暇でゴールデンウィークに入ったりしてね、その時は、ご了承ください。もし何か面白いのがあれば、当然、拾い上げて、皆様のね、投資の糧になるんであれば、当然、案内させていただきますので、そこに関してはね、期待感を持って、言っていただきますよう、よろしくお願いいたします。はい、すいません、またね、長くなりました。ここらで第1部の配信を終わらさせていただこうと思います。第2部の配信まで楽しみにお待ちください。では。